三輪神社は、岐阜県伊比郡伊比川町にある神社である。伊比川の総鎮守であり、旧社格は、建社。総建実器は不詳だが、鎮座地は、奈良時代には、大野軍大信号として存在し、宇治国内には、区分殿跡が広く確認できることから、古代より、三輪の死がこの地で大きな力を持っていたと考えられる。社殿によると、神武天皇の時代に、武御名方、 命が、三輪明神を祀ったのが最初という。創建当時は、針高山の中原にあった。803年、最長が自作の薬師如来像を背負いながら、諸国を旅をしていた時、三輪の地で三和次郎大部、藤原助元と出会い、横倉寺を建立したという。このことから、江戸時代までは、西国三十三所観音霊場第三十三。 札所の華厳寺を参拝する前に、三輪神社に、般若神業を拝読していたという。本殿は1315年再建後、1577年に、斉藤道造の旧家臣である、堀池千代久志丸により現在の地に移された。その後、1602年に、伊比城城主西尾光ひ1672年に、伊比神谷の旗本岡田前世により修復が、 行われたが、1959年の伊勢湾台風で、大木の倒壊により、大きな損傷を受けてしまう。現在の本殿は1961年、無事だった古材をできる限り使用し、鎌倉時代の姿に再建したものである。三和神社では、毎年5月4日、5日に、ビビ祭と呼ばれる霊祭が行われる。5月4日に、霊体祭が、 5月5日にみこしを渡しが行われる。この祭りには、各町内の豪華絢爛な御両の出汁が境内に揃い、その上で千語歌舞伎が上演される。また、みこしと御は本社の大みこし3期と、各町内からの青年、子供みこし11期が賑やかに町内を巡行する。イビ祭りの創始の時期は、出汁の前に使用されていたみこし2714年の、 年号が記されていることから少なくともこの頃には現在の形の祭りであったと考えられる。ありがとうございます。